ホンダ CB、ホンダドリーム c b 4 0 0ードリーム CB4004 は、かつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。通称は、4フォア、c 4 4ン等。本モデル以前の排気量 350cc400cc クラスの日本メーカーのオートバイの4、気筒エンジン搭載車は、1972年から、 ドリーム CB354 が製造販売されており、重厚なスタイルとは裏腹にマイルドなエンジン特性から人気となるのは必至であったが、後術の理由から販売台数は少ない。排気量アップや軽快なカフェレーサースタイルへのモデルチェンジを実施し1974年12月3日に発表、同月5日に発売されたのが本モデルである。 4イントゥ1のエキゾーストパイプメタリック塗装や立体成型エンブレムが一般的だった当時としては珍しくシンプルなソリッドカラーとステッカー方式のロゴをはじめ軽量化と同時にコストダウンを狙い流行の兆しが見え始めた集合タイプの4イントゥ1マフラーフラットハンドルリンク式バックステップなどのカフェレーサースタイルを採用した ドリーム CBE350 法に搭載されていた内径 X 工程 47.0X50.0 排気量 347cc の CB350FE 型エンジンの内径を51.0拡大し 408cc へ排気量をアップさせた。また当時としては珍しかった6速マニュアルトランスミッションが 同社の市販車としては1973年に発売されたドリーム CB250T、ドリーム CB360T に続いて搭載された。1976年3月5日発表、同月6日発売。日本国内では発売翌年の1975年に実施された運転免許制度改正により自動二輪車運転免許は 排気量 400cc 以下のみ、運転可能な中型限定が設定された。このため、排気量 408cc の本モデルは限定のない、自動二輪免許が必要と判断され、以降は、多数を占めることとなる、中型限定免許の所有者向けに排気量を 398cc とした日本国内1000倍の追加モデルである。生産台数は、4i が約1000台。 4-2ーーが約5500台とされる。当時の 400cc クラスは直列2気筒エンジンが主流であり、4気筒エンジンを搭載する本モデルは、ドリーム CB350 フォーベースに徹底的なコストダウンを図って開発されたにもかかわらず、日本国内使用は免許制度の問題から2種類のエンジンフレーム、スペックとなった上にカラーバリエーションも追加したため、逆に、 高コストとなったことから、1977年に低コストを前提に下に気筒エンジンを搭載する時期、モデルホークシリーズへとモデルチェンジされ、併売されていた 408cc モデルも含めて販売を終了。海外向けの輸出仕様は継続して生産されたが、最終モデルではタンクに小持ちラインが入るとともに特徴であったリンク式バックステップが廃止されるなど、 コストダウンが実施され、1977年モデルを最後に生産を終了した。生産終了後にオートバイ雑誌で中型限定免許で運転できる4機当社としてトップ記事や特集として扱われるなどの人気モデルとなったことから中古車販売価格が新車価格を上回るプレミアム車の走りとなった。1975年に改正された。 運転免許制度により中型限定免許でも対応できるように排気量を 408cc から 398cc にダウンしたモデルが追加されたのは上記の通りである。これにより 408cc の初期モデルは 400cc 超の限定解除免許が必要と解釈された。しかし自動車検査の規定を定める自動車検査独立行政法人により 排気量は単位を、リットルで表記し小数点以下第3位以下を、切り捨てると定められているため、初期型の排気量は、自動車検査場0.40リットルとなり400、cc 以下限定の中型限定免許で運転、可能である。同年代の川崎系一4 0 0も400.25、cc と 400cc 超であるが検査場は0.40リットルと、 なり中型限定免許で運転可能となっている。結果的にメーカーは運転免許改正に合わせたモデル追加をしなくてよかったことになり、モデル追加のコスト高によりあたりモデルが廃藩となり、フォークシリーズにチェンジされたことは皮肉なことである。ありがとうございます。